反独裁民主戦線の構成員反独裁民主戦線は太陽国の市民団体。前身団体は反独裁民主同盟であり、現在もこのわけで呼ばれることもある。また、スワデーンという名称で呼ばれることもある。2006年の大軍時空デターによって失脚したタクシンチナワット元首相の支持者が中心となっていることからタクシン派とも呼ばれている。また、 タイの国旗の中にある国民の団結心と国家を表す赤をシンボルカラーにしており、構成員が使う足の形のなり物この団体は、クーデターの黒幕とされる、スーミツイン議長のプレームティンスーラーノンやクーデター号に暫定首相を務めたスラユットチュラーノンらを象徴とする軍部や官会を基盤としたエリート層が国政を支配する体制を、 議会の解散と選挙の実施で打破することによって、タイに民主主義を確立することを目指して活動している。タクシンの出身地であるタイ北部や貧困層の多いタイ東北部を地盤とし、主に農民や低所得層から支持されている。反対勢力の民主市民連合幹部であるソンティ、リムトン軍が経営するメディア、ブップジャッカーンに対抗し、自衛でテレビ、ラジオ放送、 雑誌発行を行っている。また、系列の新聞として、タイレットニュースがある。大政時社会論の研究者である、赤木治虫は2010年2月時点における団体の内部について、現在の赤服は多様であり、内部分裂もあり、自称や多少も存在している。加えて、クーデテ派と見られている軍部や官会にも隠れた赤服も多いという。また、 本来非暴力主義を貫こうとしているようだが、過激な行動に出る者もいて統制が取れない面もある。という見方をしていた。2010年5月17日、幹部の一人が具体的な金額については明らかにしていないものの、団体の活動資金をタクシンから援助してもらっていることを認めた。また、2010年5月22日、タイ政府は、 反政府集会が開かれていた場所から M79、グレネードランチャーや手榴弾 M16 自動小銃や治安部隊から強奪した銃など大量の武器を発見したと発表した。在台日本国大使館は団体の構成員と誤解されてトラブルに巻き込まれるのを防ぐため赤い衣服を身につけないよう注意喚起を行っている。団体の旗2006年10月、スライユットが 暫定首相に着任した後しばらくは、クーデターに批判的な市民の多くからも今後の選挙に期待が寄せられていたが、2007年5月に憲法裁判所が2006年下院総選挙における選挙違反を理由として、タクシン政権下の与党であった対愛国党に対して回答を命じると、事態は急速に悪化し、団体のデモ活動は活発化した。2007年憲法の交付後、 同年12月に下院選挙が行われ、旧愛国党員を含む人民の力党が勝利し、2008年1月に、タクシン派のサマックスントラウエートが首相に就任したことを受け、反独裁民主戦線の活動は人生化した。しかし、同年3月に上院選挙でも人民の力党が勝利したことを受け、5月頃から反タクシン派である民主市民連合のデモ活動が、 活発化すると、これに対応して、活動を再開した。同年9月、バンコクとドゥシット区の首相府を占拠する民主市民連合と衝突し、反独裁民主戦線の男性一人が死亡、約40人が負傷する事件を起こした。同年12月には、人民の力等の回答と公民権停止の措置を受けて、 首相を失職したソムチャイオンサートの次の首相に就任した反卓信派のアビシットエイチャチーワに対して退陣と選挙実施を求めて約3万人のデモ参加者を動員し応急前広場で反政府集会を開いたその一部は国会を包囲し首相の施政方針演説を延期させた2009年2月には約1万人のデモ参加者で首相府を包囲した 特設ステージ集会後の混乱状況反独裁民主戦線は2009年も首相大臣と解散総選挙の早期実施、司法におけるダブルスタンダードの解消を求めるため、反政府デモを繰り返した。3月26日、反独裁民主戦線のデモ参加者は特設ステージを設けるなどして、反政府集会をはじめ、万国の首相府を約2万人で包囲し、 首相のアピシットに退陣と選挙実施を改めて求めた。26日以降も数千人が包囲し続けた。4月7日、パタヤでデモ参加者がアピシットの車列を襲撃した。車は警察官に守られて脱出し、アピシットは無事だった。4月9日、デモ参加者はバンコクにある戦勝記念塔やラチャウィティ通り、パヤータイ通り、スクムーイット通り、 林殿通り等の道路の一部を封鎖した。4月11日、パタヤでアセアンプラス3や東アジアサミットが行われるホテルにデモ参加者が乱入したため会議は中止を余儀なくされた。すでに会場入りしていた一部の首脳はホテルの屋上からヘリコプターで脱出するなどしてパタヤから避難した。これらの事態を受け、アピシットはパタヤと チョンブリー県に非常事態宣言を発令した。4月12日、アピシットは内務省からバンコクなど6都県に非常事態宣言を発令した。しかし、デモ参加者は内務省や他の省庁、またテレビ局などにも乱入した。4月13日未明、バンコクの憲法裁判所に主流団が投敵され、軍関係者一人が負傷した。早朝、治安部隊は、 催涙ガスを使用して、戦勝記念塔付近等バン万国都内数箇所で、デモ参加者の強制排除を開始した。デモ参加者は、タンクローリーで道路を封鎖したりバスを燃やすなどして、抵抗したが、治安部隊の威嚇射撃を受けるなどして、最終的には逃走した。午後、治安部隊は、首相府を包囲しているデモ参加者に対して、強制排除の体制を整えた。4月14日、 反独裁民主戦線幹部のウィーラム・シッカポンは首相府前で演説し、デモ活動停止を発表した。これを受け首相府を包囲していた、デモ参加者は解散し、幹部の多くは警察に出頭した。4月24日、アピシットは非常事態宣言を解除した。これにより死者2人、負傷者110人以上を出した2009年3月末からの混乱は収まった。 3月20日のデモ行進選挙地域、チットロム駅付近での集会選挙地域のバリケードに退治する走行者炎上後のセントラルワールド反独裁民主戦線は2010年も前年と同じ要求をするため反政府デモを繰り返した。2010年3月14日、反独裁民主戦線はデモ参加者の動員を開始し、バンコクで約10万人規模の 反政府集会をはじめ、首相のアピーシットに退陣と選挙実施を改めて求めた。国外にいたタクシンは連日、集会でビデオ演説し政府を批判し続けた。また、国内各地では小規模ではあるが敵弾による爆発事件が断続的に発生した。3月16日、デモ参加者は議会解散要求に応じない政府に抗議し、 デモ参加者から集めた血液を首相府前でまき散らした。3月17日、デモ参加者は、バンコク中心部にあるアピシットの自宅前にも血液を撒いた。3月20日、約6万5000人のデモ参加者が、バンコクの主要道路をバイクやトラックで更新し、一部道路の通行が規制され大渋滞となった。一週間後の27日にも、約9万人のデモ参加者が、 バンコクで更新を行った。4月7日、国会を包囲していた数百人のデモ参加者は、建物内には侵入しなかったが、国会の敷地内に乱入した。国会建物内に残っていた、副首相のステープ・トゥアクスパンは、軍のヘリコプターで脱出して避難した。これらの事態を受け、アピシットは夕方、テレビ演説を行い、バンコクとと他5県に非常事態宣言を発令した。 4月9日、デモ参加者はパトゥムターニー県にあるタイコム社の通信施設に乱入した。その際、治安部隊との衝突で共同通信社の日本人記者を含む10人以上の負傷者が出た。4月10日、治安部隊は放水やガス弾を使用してバンコクとプラナコーン区にある民主記念塔付近にいたデモ参加者の強制排除を開始した。 デモ参加者は激しく抵抗し、取材中だったロイター通信カメラマンの村本博之を含む25人の死者と800人以上の負傷者を出す事態となった。結果としてデモ参加者の強制排除は成功しなかった。4月15日、反独裁民主戦線は民主記念塔付近のパンファー橋とバンコクとパトゥムワン区にある商業地区中心部の ラチャプラソン交差点の2カ所で行っていた班、政府集会をラチャプラソン交差点を中心とした一帯に集結させることを決めた。4月28日、デモ参加者約2000人と治安部隊約1000人がパプムターニー県の幹線道路で衝突し、治安部隊側1人の死者と18人の負傷者が出た。4月29日、デモ参加者の一部は、 反独裁民主戦線が占拠している地域近くのチュラロンコン病院に治安部隊が潜んでいるとして乱入した。ただ治安部隊の存在は確認できず幹部は後に病院側に謝罪した。乱入騒動を受け多数の患者が他の病院に転院した。5月3日、アピシットは事態収集に向け和解案を表明し5月4日、反独裁民主戦線も 和解案受け入れを決定した。この合意を受け、デモは終結するかに思われた。5月12日、首相秘書官庁のコープサックは、反独裁民主戦線が和解案受け入れを表明したにもかかわらず、反政府集会を続けたとして、アピシットが提案した、解散総選挙案の白紙撤回を発表した。5月13日、 反独裁民主戦線強行派の聖殿ーーンことカティア陸軍少将がルンピニー公園内で何者かに狙撃された。この狙撃事件をきっかけにデモ隊と治安部隊の衝突が始まった。なお、カティア陸軍少将は後日5月17日に死亡した。5月16日、政府は非常事態宣言の対象都県を拡大し、発令地域は22都県になった。 5月19日早朝、治安部隊は、ラチャプラ村交差点を中心としたデモ選挙地域の強制排除を開始し、ルンピニー公園付近のデモ参加者側バリケードを装甲車が破壊して突入した。銃撃戦も始まり、デモ参加者はタイヤに放火するなどして抵抗した。午後、反独裁民主戦線幹部のナタウッドサイクは、チャトゥポーンプロムパンラは集会場で演説し、 これ以上仲間の命を失いなさいたくないとして、デモ活動停止を発表し、デモ参加者に帰礎につくように促した。その後、幹部の多くは警察に出頭したが、デモ参加者の残党が、万国都内の映画館、証券取引所、銀行、テレビ局などに放火して回り、セントラルワールドの一部が炎上、一部、倒壊するなどした。夜、政府は、 夜間外出禁止令を発令した。5月20日、デモ選挙地域内の寺院に一時的に避難していた約5000人のデモ参加者は政府が用意したバスで帰途に着いた。5月末になるとデモ活動の混乱はある程度収まった。なお、2010年3月からの反政府デモ活動の死者は91人、負傷者は1400人以上に上った。12月22日、 アピシットは治安が回復したと判断して非常事態宣言を全面的に解除した。反独裁民主戦線は2011年も前年と同じ要求をするため反政府デモを繰り返した。5月19日には前年に治安部隊から排除を受けた現場でデモを行った。5月24日、議会が解散して政治暴動の可能性がなくなったことを理由に バンコクで施行されていた国内安全保障法が解除された。7月3日に行われた下院総選挙で対抗検討が勝利したため活動は鎮静化している。9月18日、タクシンが追放されたクーデターから5年を迎えることから反クーデター集会を実施した。5月19日、反政府デモ集結から2年を迎えることから大規模集会を実施した。 6月24日、タイの絶対王政を廃止した1932年の立憲革命から80年を迎えることから大規模集会を実施する。5月19日、反政府デモ集結から3年を迎えることから大規模集会を実施した。5月7日、首相のインラック・シナワトラが裁判所の判決によって失職したため、同月10日、抗議デモを開始する。 同月20日、軍は戒厳令を発令するが、抗議デモは継続された。同月22日、軍はクーデターを決行する。これにより、対抗検討政権が追放され、反独裁民主戦線の幹部らも拘束されたため、抗議デモが激化した。現在でも抗議デモは継続されている。反独裁民主戦線とは別に核心派の政党として対抗検討がある。 基本的に別組織ではあるが、チャトゥポーンプロムパン等、反独裁民主戦線の幹部の中に、対抗検討所属の国会議員が含まれると、親密な交流がある。ありがとうございます。